一息に筆を運ぶその勢い。何も思わないです。無心ですね。必ずしも楽しいとならないです。おっと詰まっちゃう時があるから。力強い文字を書くには足腰の力が必要です。山登り、はい、愛知130の山をの登り切ろうということで、グループで100ぐらい登りましたかね、はい、これも足腰がちょうど鍛えられて満足したら終わりですからね、はい、満足はしません。池野さんが書道を始めて30年が過ぎます。どこが書いてるか、今まで単に簡単に一本の線を書いてた、縦の線一本書いてたのが全然違ってきましたね。とりあえず書を中心に回ってますね、はい、物を生み出すとき人は我を忘れ夢中になる。命輝く瞬間です。超長寿社会を迎え、高齢者が健康で明るく生きがいを持っていかに生きるか。豊田市高齢者クラブ連合会では毎年12月に最大のイベント、高齢者作品展とオールドマン芸能発表会が開催されます。会員たちの情熱があふれる華やかな発表の場、その裏にはそこに向けて意欲を燃やす会員たちのさまざまな姿があります。また機関誌安らぎの下段拝談には会員の日々の景色が読まれます。今日までの生き様を乗せて、生きがいを見つけ準備に燃える人やグループ、ものづくりに励む会員たち、命輝く人々の姿を追いました。かつて自動車部品の工場を経営していた柴田さんは、今はそれを畳み日本画を楽しんでいます。仏間が柴田さんのアトリエです。若い頃は経営の傍ら演劇にも挑戦しましたが、工場の騒音で聴覚を弱くして一人で楽しめるものとして墨絵を始めました。水彩画でも始めようかなと思ったんです、初めはね。だけどうちのおかみさんが習字をやってたから、こう見て、あ、墨もいいなと思ってね、墨で絵が描けるならいいなと思って、で水墨画の方へ入ったんですけどね、そのやっぱり墨にも色があるということで、それがだんだん分かってきたもんでね、なかなかこう墨で表現するのも面白いじゃないかということで。初心者向けの日美展で初めて入賞。これで作品に自信をつけました。松平の手筒花火を見て感動、帰ってすぐに書き出した作品手筒花火、火花の迫力を捉えました。旅行会で見た那智の滝、その感動がスケッチをもとによみがえります。
もっとね、もっともっともっと深いところがあると思うんです。水墨画のね、それがね、知りたいなと思うんです。本当のこの水墨画の意味はね、墨の色がいろいろあるということが分かったんですね。ただし、この見た人がこの黒と白から自分の頭で色を想像させてくれるような絵は描かないと、やっぱり本当の絵じゃないか、絵じゃないけど、そういうふうに思えてきてね。濃淡の中に鮮やかな色が見えるまで柴田さんの筆は止まりません。家中に飾られた電車や線路の見事な洋画。7年ほど前から独学で洋画を始めた大橋さんの技法は独特です。もともとこれは透明水彩で描いてあるんですね。で、この下も透明水彩、その上に今アクリル絵の具を載せてるんですね。面白いことになると思いますよ、化学反応が。名古屋の商社に勤め、世界中を飛び回った大橋さんは、定年後にお母さんの介護に専念。洋画を始めたのは看取ってからでした。で、まあ定年退職終わってもずっと介護しまして、で母を亡くしましてね、こうやっとこう解放されたってところありましたよ。ところがこの後何していいんだろうかと思いましたね。ただ小さい頃に好きだったのは絵を描くことでした。で、母の介護してて分かったことは、人間はいずれ寝たきりになると。どんな元気のいい人も寝たきりになってもやれることはベッドの上でできること、それは書とかですね、絵を描くことだと。だからじゃあ今から絵を描こうということで絵を始めたんですよ。お母さんを介護した部屋も今は作品の展示室です。電車や駅、線路の絵が並びます。カレー川っていう駅です。今はこうずっと線路を描いてるんですけどね、線路はねやっぱり人生そのものですね、生き様です。だから自分はこういうふうに歩んできたけども、これからもなんか定めに従った何か人生の線路がありましてね、でそれに沿ってですね、とぼ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 歩くと、まあ、あれなんかでもですね、あれは私と家内なんですね。だから今まで歩いた道ははっきりとした線路があるだろうけど、先は分かりませんね。それをこうそういうことを思いながら描いてるんですね。描くとね、無なんですよ。 無の境地になるの、さっきまでわざわざ言ってね、カーッとしたことだよ、クソッと思ってることで、描いてるうちに忘れてね、これのめくるんでっちゃうんですよね。描いては立て、あれまずいと思ってね、もうどうしてもとか、あ変わったとかね。普通の生活は佐野ですから、宇野の生活しないと認知症になるというね、認知症予防にもなりますよね。独特の洋画は生涯楽しめる生きがいです。吉田さんは日本の原生林に魅せられ、設楽町西部にある段と浦谷原生林に通い詰めました。ブナ、トチ、ケヤキの古木が生い茂り、今取らねばという使命感で5年間通い、作品の展示会も開きました。最初1年か2年は全然写真が撮れませんでした。それでも諦めてたんですけど、ある時1枚だけ写真が撮れて、
その写真は作品には出しませんでしたけど、これです。この斜面にブナの木も木もある。モミとツガが主にあるところで、ツガが特に有名な保護林です。からこれは奥の方にある一本の木ですけど、私が大好きで行くと必ず挨拶してきたよって言って森に入ったんですけど、なんだろう、なんだろうね、あの時はもう本当に夢中でしたね。取り憑かれたようでした。私がそのちょうど何か自分を残したいという気持ちです、ね、今夢中になっているのは野仏。そのさまざまな表情に吉田さんは思わずカメラを向けます。人々の途切れぬ熱い信仰心が胸を打つといいます。最近写真のデジタル技術を覚え、まだまだ表現の奥が深いと吉田さんは夢中です。パッと見ると感動するんです。わあ撮りたいなって。でもね、機械を通して写ってきたものはおよそ遠い思ってる美しさとは撮れない。本当撮れないですよ写真って、なんかムキになる何回もか言わないといけないでしょうけどね。でたまたまいい状況が巡り合えて撮らせてもらえるっていうぐらいでしょうかね。巡り合う貴重な瞬間を吉田さんは写真に収めています。松平の豊かな自然に向かい、黙々と針仕事に励む加藤さん。若い頃は着物の仕立てをしていて、腕に覚えのあった加藤さんが老後の楽しみとして始めたのは、暮らしに潤いを与える手芸です。現在は吊るし雛の制作に夢中。平成28年度の高齢者作品展では見事金賞に輝きました。よそでも見たことはあるんですよね、吊るし雛そのものを。ほんで本を買ってきてちょっとやってみたら、なんか簡単にやれてしまったもんですから、で自分でこう始めたっていうのかな、本を見ながら。もう今一番それが集中しますので、自分が他のことやっててもあんまりこう自分にこうしっくりこないもんですから、はい。なんかやりたい、うちで追ってやりたいことっていうのはずっと考えてたんですね、もっと前から。和裁はやってたんですけどね、だから針の使い方とか布の扱い方は分かっていたんですけども、細かいものはまだやってみないとと思って、ちょっとやったらやれたもんですから、はい。吊るす題材は身の回りに無限にあり、それを考えて作るのが楽しみです。作品を褒めてくれる友達からの注文もあって、今では生きがいになっています。いや、自分ではそれほど思ってなかったんですよ。そしたら兄弟が来て分けてくれとかいいとか言われて、ちょっと調子に乗ってこれやるようになったような気がします。はい。時を忘れて没頭できる楽しみが仲間を笑顔にしています。通りから見える竹細工の大きな風車。
母屋の脇のビニールハウス。それが竹細工を楽しむ市川さんの仕事場です。中部電力で働いていた市川さんは退職後、石野の交流館に竹細工のグループがあると知り、そこに通って基礎を習得しました。ボケを防ぐには手先を使うことがいいということを老人クラブに入って、そういうことをコンコンと聞いとったもんで、ほいじゃ何をやるかなということで、堤防にはたくさん竹があるで、あの竹で、まあ、竹弓か、カゴを作ってみんなであげやいいわということで始めたのがこれなんです、はい。まあ、いろんなものを作ったもんで、でまあ、そういうものがね、みんなはいいないいなっていうもんで作ってね、いくつもみんなにあげたけどね、もうついこの間もさ、まああげたけどね。今ではほとんど一日作業に没頭、人に喜ばれる作品を作っています。